皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。小川先生です。精子バンク。先日、日本人タレントのさゆりさんが、日本の精子バンクで精子の提供を受け、無事、男の子を出産したというニュースが話題になっていましたが、ご存知でしょうか昨年10月、産婦人科を訪れたさゆりさんは、 卵巣年齢が48歳であるという診断を受け、早いうちに出産することを決意したとのことです。しかし、焦って結婚するわけにはいかないという考えから、自ら未婚の母になることを選んだそうです。今回、未婚の母になることを選んださゆりさんは、KBS のインタビューに次のように答えました。 私は自然妊娠が難しい上に、今すぐ体外受精をしても成功する確率は高くないことを知りました。また、時間が経つほど確率が下がるし、時期を逃したら一生妊娠できないと言われました。いろんな意見があるとは思いますが、さゆりさんは子供が好きな方なんでしょうね。さゆりさん同様、韓国で暮らす日本人として、また、 この母として彼女が選んだ選択を応援したいですね。子育ては並大抵なことじゃないですから。さて、今日はせっかくなので、精子バンクについて少しお話ししたいと思います。まず、精子バンクとは、ドナーから採取した精子を格納保存する施設、機関のことです。1964年に不妊の人工授精のために最初の精子バンクが、 アメリカのアイオアシティと日本の東京で誕生しました。現在、日本には精子バンクや精子提供を規制する法制度はありません。しかし、日本産科婦人科学会が関連する倫理規定を有しています。日本産科婦人科学会が定める非配偶者間人工受精に関する登録施設が 公式的な精子バンクの役割を担っています。ですが、利用できる人は、不妊の法定婚夫婦に限定されている上、施設数も十数箇所にとどまっています。ドナーの減少により、休廃止となる施設も多いのが現状です。このような中、個人の精子提供サイトが多数立ち上がり、同性婚者や性同一性障害カップル、 非婚女性などのニーズに応じている状況にあります。ここまで精子バンクについてお話ししてきましたが、日本国内で個人の精子バンクが活動するには多くの障壁が立ちはだかります。第三者の精子を用いた生殖補助医療に関し、日本産科婦人学会は、営利目的で精子を提供する行為への関与を 会員医師に禁じています。また、第三者の生死で生まれた子供について、法的な親子関係をどう規定するのかも課題です。法務省は議論を進めていますが、結論が出る見通しは立っておらず、今のままでは生死バンクで誕生したこの法的地位は不安定なのです。さらに、遺伝上の 親が誰かを知りたい子供の感情を尊重し、手術を知る権利を保障しようという世界的な流れの中、ドナーのプライバシーをどう保護するかといった問題も残ります。今日のお話はここまでです。それではまた来週会いましょう。